なかなか今良かったですね。大輔と。そうです。はい、というわけでセミファイナルスペルチの次が組対三上勝村組の姿勢をお届けしたいと思います。さあまずですね。はい。この覆面マニア勝村選手が必ず何かが起きるというね、はい、ジンクスがあるんですが、なんとこの日もですね試合前にどこかを骨折したそうです。え、勝村さんどこ骨折したんですか。どこを骨折したんでしょうか。はい、この試合の中で明らかになるんでしょうか。何かを起こす男勝村。はい、さあ先発は勝村と、そしてスペルチノのようですね。さあこの両者でスタート。さあまずはこの両者の睨み合い。おっと、いや血のダンス、血のダンスが早くも血のダンス。もう完全にほろ酔い気分でありますスペルチノ。そして一方の勝村、一体どこに怪我をしてるんでしょうか。まだ今分かりません。おっと、どこだどこだどこだ、異様な痛がりを。いやこの手4つ、ものすごい痛がりようであります、勝村。腕なんでしょうか。どこでしょうね、今、相当痛がってましたよね。まずはアームヘップ。さあ、しかし、酔いどれ殺法がこの日も全開しております、スペルチノ、はい。そして一方の勝村。はい、いやー、井出さん、今はの展開ですね、はい。勝村選手、やはりどこかを痛めてるという、そんな感じの試合ぶりですよね。なるほど。ええ、一体、全体、どこなんでしょうか。はい、さあ、それをベルに包んでおります勝村。さあ、今度はさあ首投げからの、はい、今度は何でしょうか。さあ、両腕を取っていく。サーフボードストレッチから。そうですね。さあ、1回転。さあ、勝村がこの攻撃を続けております。しかし、気になったのはですね、スーサイド側にですね、先ほどセコンドでしょうか。はい、あのスム選手の姿が、そうですね、ね、見受けられましたよね。先ほど第3試合で3ウェイマッチ、見事に勝利を収めました、進む優也。はい、青コーナーサイドのセコンドについています。うん、そこはちょっと気になるところですよね。そして同じく青コーナーサイドのセコンドにはハーレイキャットもついている。はい、さあこの2人のセコンドの動きがこれ不気味ですね。そうなんですよ、もしかしたらまたしても戦力拡大につながるのかもしれないですからね。試合に介入するのさあスペルチノ、ヨイドレ戦士、はい、スペルチノ。さあ、そして杉浦だ。はい、あ、三上ですよ、一方。さあ、三上対杉浦。あ、この体のサイズの差、どう埋めていくか、三上。さあ、スピード、おっと、翻弄していく三上。さあ、スピードにはスピードですね。そうですね、選手が出てまいりました。さあ、スペルチノ、赤コーナーサイド、合体攻撃。ダブルドロップキック。うん、いい連携ですね。さあ、いきなり出るか、チノ、おっと、これは、勝村がカット。これはうまい。いや、入江さん、読めなかったですね、はい、今の動きはね。そうですね、はい、ライダーキック出るかと思いきや、はい、勝村がカット。いや、今のは読めなかったな。さあ、入江さん、これ勝村選手どこを痛めてるんですかね。そうですね、一見わかりません。あっと、おっと、おっと、おっと、ん、ん、この痛がりを。そうですね、指のテーピング、あれは指ですかね。そうですね、どう考えてもあんなところにテーピングする人いないですよね。そうですね、指をまとめてテーピングでぐるぐる巻きに固めています。さあ、どこかを骨折しているのではないかという情報が入ってまいりました。まあね、そうだからね、必ずこの覆面マニアでは何か起こるんですね、勝村選手の場合。痛がってますね。おっと、土手っ腹。今のは痛いぞ。筋的ですか。いや、ちょっと杉浦さん。おっと、杉浦悶絶。この秋でパパになるんだから。ちょっとそういう情報もあるんですか。杉浦選手、昨日発表しましてね、はい、この秋にパパになるそうですよ。なんと、おめでとうございます。おっと、久
接して拍手が沸き起こる。しかし頑張らないといけないぞ杉浦、はい、頑張ってもらいたいんですがね。しかしこの場面、あ、これはなんだ、バットを持ってぐるぐるバットじゃないですかこれ。いや、これ小学校の時よくやりましたね。あ、また行く。杉浦、三半規管がやられてしまった。千代もやられる。いやー、これ結構目が回るんですよね。なるほど、バットはああいった使い方もあるんですね。はい、やっぱりです。おっと、危ない、鉢合わせにもならない。青コーナーサイドのインサイドワーク、はい、あ、ここは杉原選手反撃に期待したいですよね。持ち込んだ凶器をさまざまな方法で使っている。はい、ああ、あ、自ら右手を使って疑ってましたよ今。あ、指気をつけてって、そんな自分から今アドバイスが入りました、はい、そう、弱点自ら暴露してるじゃん。言っちゃいましたね今ね、はい、やっぱこういうところはスーサイド側がね、はい、うまいですよね。そうですね。さあ、杉浦がちょっと悶絶しているようであります。さあ、ここまでの展開、まあ、杉浦はですね、マスクをかぶると本当にスーパーヒーローになった気分だと、はい、なるほど、いうことを言うんですよね。さあ、まさにそれがリアル杉浦マンの由来なのかもしれません。杉浦マン、はい、ここで杉浦マンの活躍が見たいところであります。さあ、しかしまたしてもここでスーサイド側、さあ、今度は何だ、おっと、何ですか、マスクに手をかけてますか。はい、マスクに手をかけている。これはもちろん反則だ、これはもちろん反則だ。さあ、しかしスーサイド側、非常に連携プレーがうまいぞ。さあ、レフリーのブランドがついた。このまま何だ、飛んだ、おっと、さあ、ブロンコバスター。さらに、さあ、このコーナーサイド、またしても杉浦を捉えている。さあ、今度はゆっくり、さあ、作戦会議でしょうか。さあ、今度は勝村にタッチ。いや、池さん、この展開、どう見てもこの杉浦がですね、そうですね、ピンチから逃れられないですよね。はい、またしても、ああ、また、急所攻撃。はい、ああ、P が入っています、今。そうですね。はい、ちょっとタマテレビさんで流せないかもしれないですね。編集よろしくお願いいたします。はい、助けてって誰に言ってるんですか。女性に助けを求めてますね。そのようですね。いや、あの女性の人たちもね、その助けって求められてもね、はい、何も答えられないですね。あ、意外と笑顔ですね。さあ、先ほどのぐるぐるバットからちょっと動きが止まっているか。ダブルのエルボー。こういう連携出るとちょっと厳しいですね。おっと、カウント2。杉浦の動きが止まっている。杉浦を応援してあげてください。さあ、この右拳、杉浦。さあ、杉浦ボールが沸き起こった。おお、あー、ボールアタック。杉浦の反撃が始まる。杉浦の反撃が始まる。トップノータッチで飛び乗りました。はい、さあ、千代が来たぞ。勝村にタッチさせない。スーサイドを分断させた。スーサイドをうまく分断させた。そして千代か、いや違う、勝村だ。勝村は何だ、おっと、これは無い。さあ、切り替わした。今度はどっちだ、千代か、千代か、ジャンプ一番。カウンターキック、ロープのリバウンドを利用した。いい流れを作った。来ましたね。そうでしたね。勝村の動きが一瞬で止まってしまった。はい、しかしここでね、おっと、またオーバーサイド、はい、あっと、どうだ、同士打ち、これはうまい。さあ、今度こそ、今度こそだ。出るか。はい、さあ、お客さん、お気をつけください。さあ、ホップ、ステップ、ジャンプ。
今度は大成功。いや、池さん、やっぱこれを見ないと、はい、そうですね、福口の大ジャンプライダーキック、はい、さあ、さあ、飲めば飲むほど強くなるスベルチノ、はい、よいどれ殺法ですね。さあ、たっぷりと飲みました、はい、おっと、あった、しかもシェイク、おっと、よいどれシェイクだ、シェイク、いや、これ余裕が回りますよ、勝村選手、あー、もう結構余裕が回ってますね。さあ、あーと、しかし一度も千鳥足、10分経過、10分経過、さあ、両者酔いどれ状態、両者酔いどれ状態、さあ、両方2人とも足を振らざ、はい、さあ、対角、ここはカウンター、飛びつき式の腕十字、ロープになんとか流れた、かろうじて、はい、ロープブレイク、しかし今のではですね、勝村選手しかできない動きですね。そうですね、おっと、ロープの反動、はい、いやー、あの位置からのエプロンからのドロップキック、見事でしたね。さあ、今度はなんだ、さあ、三上の動きが速くなる、うわー、一段と速くなる、まだ速くなる、さあ、速くなっていく、ギロチン、ギロチン、顔面に落としていきました。おっと、強引にパワーボム、どうだ、ここは2で返した、ああ、なんだ今度は、おっと、なんだこのバット、バット持ってますよ、バット持ってますよ、なんだ、あ、おっと、出た、チンチン電車、おみこしですか、これ夏祭りですね、夏祭りバージョン、バットみこしでした、新木場夏祭りって感じですね。そうですね、新木場夏祭り、あ、さあ、千鳥もやるのか、あ、おっと、あ、気づいてない、気づいてないぞ、気づいてない、気づいてない、三上さん、三上さん、痛い、ちょっとでも勝村さん嬉しそうでしたね。そうなんですよ、実は笑顔だったんですよ、ちょっと嬉しそう、松村さん意外と、あーと、また今度は三上に、どうする、あ、これはうまいかわし方でしたね、シクサンダイ、やっぱこの三上選手バットの防ぎ方、防御法は、ね、ちゃんと分かってましたね。さあ、三上飛ぶのか、さあ、いけ、チノがカットで飛んできた、はい、ジャンピングカットでしたね。さあ、今度はスムが出てきたぞ、やはりスーサイド側に入ったと見ていいでしょう、進むがここで試合に介入してきた、そうですね、スーサイドの戦力拡大ですね、おお、さあ、三上がまたバットを持っている、はい、絶対絶命、おー、うまい、杉浦がカット、さあ、バットの取り合いだ、バットの取り合い、あーっと、同士打ちになってしまった、あっと、危ない、さあ、これも空振りですよ、さあ、バットは今誰も持ってない、チノが、さあ、どうだ、バイサイバイサイ、ジャックナイフ、